こんにちは。今日は久しぶりに鍵編みでエジングをしてみたいと思います。すでにこちらの方に布で鍵編みでエジングをしています。こちらはちょっと動画のすでに上げていらっしゃる方からちょっと参考させていただいて編んでるんですけれども、こちらのエジングを実際に穴を開けてやる方法を紹介したいと思います。用意したものは今回小さく用意しました。これのハンカチサイズで切り取った布に実際にエジングをしていくんですけれども、この小さめのかぎ針で使用します。ここに角っこよりかはここからちょっと私は始めます。ここに通してもう貫通させます。貫通させた後糸を引き出します。出したら一旦出して結んでいきます。2回でこれを裏の方に刺しかけて、でもう一度開けた穴のところから通して、で出していきます。で1回で2回3回4回と、最初は5目編みます。編めたら次に差し込みます。だいたい1センチ間隔で開けるといいと思います。でここで細編みを行います。これで完了です。このように続けて編んでいきます。でこの角に来たら、この角の部分だけ、まあ2つ同じ、そうですね、1つ細編み、鎖編みで、もう一回同じ目に細編みで、もう一回鎖編みして、その次のところに穴を開けて編んでいく感じです。で続けていくと、まあこんな感じにつながってくれると思います。よければお試しくださいませ。